皆さん、こんにちは。吉田のりまさです。吉田のりまさです。はい。ということでですね、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。あ、ポケモン GO をやってお過ごしということですね。わかりました。歩きスマホに気をつけましょう。ということで、今日ご紹介するのはですね、こちらでございます。ババン。はい。こちらですね、生パスタ専門店、センプレ監修。世田谷ミートカルボ420円サークル計算でございます。はい、こちらの方ですね、世田谷ミートカルボセンプレ、これはですね、東急大井町田線でしたっけ、小山台駅から歩いて2分、ハッピーロードからですね、入ってきますと、こちらにですね、専門店、パスタ専門店のセンプレがございますということだそうですね。1階が花屋さん、そして2階がですね、インドカレー店が入ってるんですね、ビルに入っていきますと、なんとですね、オープンキッチンがバーッとなっていまして、そちらの方でですね、こちらのパスタが食べれるということです。そこでのお店の金額は1000円だそうですね。はい。まあ大盛りとかですね、結構ですね、サービスがいろいろあるそうでございます。はい。ということで、いただいてみたいと。こちらですね、ゴミ箱を用意してくのを忘れました。こちらですね、サークル計算で2015年ですかね、発売されたそうなんですけれども、大人気ということで、その販売期間というのが基本的にあるんですけど、それを待たずしてですね、完売してしまって、終了してしまったということで、しかもですね、それは関東、限定だった方なんですけれども、で、それをですね、なんとか定番にできないかということでですね、再度、いろんなですね、会議がなされ、いろんな、まあ、思惑の中でですね、こちらが定番商品になったということで、そしてこちら静岡でもですね、食べることができるということに相なりました。フォークを開けます。はい。さあ、どうでしょうか。こちらね、トマトベースの感じですけれどもね、おっと、こぼしたらやばいよ、これ。こぼしたらやばいよ。こんな感じです。まず、飲んでも。で、まあね、パスタまずいってないからね。じゃあいただいてみたいと思います。ちょっと太麺ですか。太麺というか、まあ通常です。細麺ではないですね。いただきます。濃厚ですね。これ本当にソース濃厚ですね。かなり。これね、なんか生パスタって感じはあんましない。あんましないね。ただただ濃厚で。でも金額的にね、420円でしたっけ？安いですよね。まあね、濃厚だっていう部分が、すごいなと感じですけど、あとちょっと普通ですね。普通ですね。はい。ちょっと普通です。はい。まあ、うまいです。うまいです。うまいです。ということでございました。はい。ありがとうございました。まあ結局ですね、専門店の、まあね、こちらパスタ再現したということなんですけれども、まあうまいですけど、まあそんなとこでした。はい。ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのはサークル K さんからですね、世田谷ミートカルポ420円でございました。ありがとうございました。すべての神々はこの指、この耳に参るの。ストップボタンポチ。押せない。